CS ファーストステージの戦略として栗選手、大瀬良選手も中継ぎ待機することが分かりました。まあ有事に備えておるのじゃろ。1戦目の先発は床田選手、持ち味のピッチングができれば大きく崩れることはないと思うんだけど、相手は DeNA 打線。序盤で代打となればロングリリーフとして栗選手が待機、同じく大瀬良選手も待機するみたい。短期決戦だけに流動的な采配になると新井監督も話していたよ。こっちはプランニングしているけど、3戦目もあるかもわからないし流動的になる、中継ぎも考えられる。藤井ヘッドは一戦一戦ブルペンのメンバーも変えていくと思う。いろんなことを想定しながら積極的な起用になる。そんな起用方法に栗選手は行けと言われたところで腕を振るだけ。チームが勝つのがいいので、短期決戦は相手に勢いがつくとそこで終わるイメージがある。流れを呼び込む投球をしたい。 DeNA はおそらく東選手、今永選手、バウアー選手の強力な先発陣で来ると思う。何とか1点でもリードする展開に持ち込みたいところだね。勝ちパターンの矢崎選手、島内選手、栗林選手が控えておるしな。あくまで序盤で代打を出さざるを得ない場合の秘策ではあるんだけど、栗選手、大瀬良選手のブルペン待機は短期決戦を実感するね。ということで、新井監督の投手起用のお話でした。